この赤とんぼという曲は作詞家である三木露風さんが12歳の時に、赤とんぼ止まっているよ竿の先という俳句を書かれています。その俳句をもとにして自分が幼かった頃の思い出を詩に書かれているんですね。そしてその詩に共感したのが山田耕作さんという作曲家です。山田耕作さんも幼い時にお父さんお母さんを亡くされていますので、同じ気持ちが伝わったんでしょう。とても素敵な作品となっています。では皆さんがこの作品に込められた音楽をどうしたら歌声に乗せることができるでしょうか。ワンポイントアドバイスです。朗読を行ってください。読んでみましょう。その後に音楽に乗せてみましょう。そうすると自分の中から湧き上がる優しい感情が音に乗って現れてきます。その次に、みんな気づいていると思いますが、1番から4番まで同じメロディーがずっと続きますよね。でも詩は言葉は変わっています。ということは気持ちの動きや風景やいろんなものが変わってきます。ということは歌い方も変わってくるということです。ですのでメロディーが同じでも言葉が変われば感じることが変わってくる。そうすると表現力が変わって、さらに深くて温かい赤とんぼできると思います。頑張ってください。